今回は、ホムラ色の髪の男戦です。戦いの前に、HP、MP、ステータスを回復しておきます。また、ここでエクスプローダとエリクサーが強制的に手に入ります。エクスプローダは後々投擲武器として活躍します。以下の通り、装備、アビリティを変更。38戦目、ホムラ色の髪の男。1対1の男の勝負。敵は戦闘中、頻繁に立ち位置を変える。立ち位置に応じて、回避率が上昇したり、攻撃に対してカウンターが発動したりする。ホムラ色の髪の男の行動は、上記の通り、完全ローテーションとなっています。ローテーションの内容は、移動を数回行った後、打撃で3回攻撃する、といったものになっています。なお、移動の際、指定の位置に移動するまでに無駄にうろちょろしますが、ただの演出なので意味はありません。打撃のターンが近づいてきたら、防御で身を固めます。防御により相手の命中率が2分の1になり、さらに攻撃の効果と合わさってダメージが4分の1になります。3回目の打撃に耐えたら、1点攻勢。グラディウスと追加効果発動の組み合わせで、35% の確率でスローが発動します。敵が6の1にいるときは、敵の物理防御が0になるので、攻撃のチャンスです。次から打撃のターンなので、再び防御。ちなみに、敵が2か4の位置にいるときは、敵の回避率が上昇し、こちらがトランス状態でない限り、必ず、戦うがミスになります。また、3か5の位置にいるときは、敵の力が2倍になり、攻撃に対して、カウンターしてくるようになります。なので、攻撃は、敵が1か6の位置にいるときにするようにします。また、攻撃の合間に、盗みも行います。盗みはカウンターの対象になりません。ホムラ色の髪の男からは、エーテルとポイズンナックルを盗めます。両方盗んでおきましょう。盗み終わるまで、加速。これで盗みは完了です。あとはこれまで通り、打撃3連発に防御、立ち位置1か6に戦うを合わせるだけです。再び加速。HP が減ってきたら、ポーションで回復します。ここで、時短がトランス化。現在の時短のステータスなら、トランス状態で3回行動できます。時短がトランス化すると、ヒゲが、裏技に変化します。現在使用できるヒゲと、裏技の対応は、以下の通り。迷惑をかけるが、ヒトラサークル5、リーチ7が、ソリューション9に変化します。敵が、物理防御0になり6の位置に来たら、ヒトラサークル5を使用します。ソリューション9の砲台力は高いですが、現在の時短の MP では一発しか使えないため、ヒトラサークル5を2発使った方がコスパがいいです。敵が再び6に来るまで、防御で耐えます。敵が6の位置に来たら、再びヒトラサークル5を使用。3回目の行動が終わり、トランス状態が解除されます。撃破しました。テイク2は、1回でした。
AP 級獲得。テント入手。前回の勝負で友情が芽生え、サラマンダーが仲間になりました。サラマンダー初期装備は、以下の通り。ここでは、ダガーをリストラします。ダガーは、レイズもケアルラも使えない、白魔導士のクズであり、エイコの介護官です。そんなわけで、クジャが待っているという、イーファの木まで戻ってきたのだ。この動画内でまともに登場したのはこれが初めてですが、こいつがクジャです。悪いことは大体こいつのせいです。見ての通り、変態です。以下の通り、隊列、装備、アビリティを変更。39から41戦目、霧の魔獣。ヘッドアタック、ファイラ、霧を、ランダムに使用。霧は、全体ダメージと、睡眠の追加効果。1回目の霧の魔獣の出現数は、2匹で固定です。霧の魔獣は睡眠耐性がないので、まずはトリプル全体だけで眠らせます。ファイラや霧を使われると危険なので、眠らなかった方はさっさと倒してしまいましょう。霧の魔獣はアンデッドなので、フェニックスノーが効きます。アンデッドにフェニックスノーを使用すると、対象の HP が0から9の誰かになります。レイズのように確定即死とはいきませんが、レイズはミスすることもあるので、フェニックスノーの方が確実です。眠った方には、いつものスローで睡眠を引き伸ばします。眠っている間は安全なので、時短にアイテムを盗ませてから倒します。加速。霧の魔獣から盗めるアイテムでは、ハイポーションが有用です。ハイポーションゲット。盗み終えたら、エイコのレイズでとどめを刺します。経験値1人当たり1274、AP3 獲得、全員レベルアップ、時短虫キラー習得。戦闘が終わると、そのまま2戦目に突入します。メニュー画面は開けません。40戦目、霧の魔獣1体。2回目の霧の魔獣の出現数は、1匹で固定です。霧は結構痛い全体攻撃ですが、1回までなら耐えられます。また、追加効果の睡眠も、ビビ以外は眠らずの術で無効化しています。
あとは先ほどと同様、眠らせて、ハイポーションを盗んで、レイズでとどめを刺すだけです。テイク2は、1回でした。経験値1人当たり、637、AP に獲得。時短、サラマンダー、ビビ、レベルアップ。2連戦を終えれば操作できるようになるので、メニュー画面を開いて、全員の HP をケアルで回復しておきます。また、セーブもできるので、セーブしておきます。問題はここからです。このフロアは、後ろから霧の魔獣が高速で追いかけてくるシンボルエンカウント方式になっているのですが、一本道なので、避けることはできません。霧の魔獣が降りてくるタイミングはランダムです。41戦目霧の魔獣1体、またここでの出現数も1から2匹でランダムです。ここでの経験値は後半にそれほど影響しないので、1匹でも2匹でも OK です。加速、やることは先ほどと変わりません。今回の戦果は、以下の通り。時短、トンズラ習得、エイコレベルアップ。戦闘後も立ち止まらずに、下へ向かってダッシュし続けます。1匹目の霧の魔獣のエンカウントが遅ければ、稀に、2匹目に追いつかれる前に、このフロアを抜けることができます。なんとかギリギリ抜けられました。なお、国内プレステ版の場合、先ほどのフロアをゼロ円化で突破することはできないようです。なので、多分これが一番少ないと思います。テイク2は31回でした。ここで、アクアマリンを強制入手。今回からディスク3です。前回ブラネが死んだことでダガーが即位しました。ここでオパール、トパーズ、アメジストが強制的に手に入ります。ちなみにディスク3開始時点での主な消費アイテムの所持数は以下の通りです。一方、時短はなぜかカードゲームの大会に出場することに。1、2回戦は勝利しないとストーリーが進みません。ルールはよくわかりませんが、適当にカードを置いていけば勝利できます。決勝戦は勝利しなくてもストーリーが進みます。当然、面倒なので負けておきます。ちなみに、優勝すると、転生の指輪が手に入ります。そんなわけで、バハムートと霧の魔獣の大軍がアレクサンドリアに攻めてきたのだ。ここは誰にどの指示を出すかで、この後もらえるアイテムの種類が変わります。最初に情報収集を3番目のペアに任せたら、あとは丸ボタン連打で一番いいのがもらえます。
一番いいのである天使のイヤリングをゲット。ちなみに正解数ともらえるアイテムの対応は以下の通りです。今回はスタイナーとベアトリクスのペアで霧の魔獣との連戦です。ベアトリクス初期装備、セイブザクイーン、クロスヘルム、雷神のコテ、プレートメール、黄色いスカーフ。以下の通り、装備、アビリティを変更。最初の広場にいる霧の魔獣は、このように誘導すれば回避できます。このフロアでは、パート1で宣言した通り、霧の魔獣スルーを使います。まずこの辺で立ち止まり、一瞬左下に入力、その後、下を連打すれば霧の魔獣をスルーできます。霧の魔獣スルーを使わないと、こんな感じで戦闘になります。42から46戦目、霧の魔獣。前回と同じ。42戦目、霧の魔獣2体。アレクサンドリアで戦う霧の魔獣は、すべて出現数が固定されています。ここは、必ず2匹出現します。前回は、霧の魔獣の駆使特性を利用して、フェニックスのエアレイズで撃破しましたが、今回はこれらを使いません。今回は、スタイナーの戦うだけで、倒していきます。ここで、スタイナーがトランス。スタイナーの戦うのダメージ倍率は、産後の剣と、雷神のコテの組み合わせで 1.5 倍、アンデッドキラーの種族特攻で 1.5 倍、トランス状態で3倍、さらにクリティカルの2倍で、合計 13.5 倍になります。最初に霧の魔獣から受けたダメージは、ベアトリクスのケアルラで回復しておきます。回復後、敵の攻撃がベアトリクスへ向かえば OK です。スタイナーに経験値を集中させるために、ベアトリクスを間引きます。無事間引けたら、敵に行動される前にスタイナーが攻撃して勝利します。経験値5096、AP3 獲得。スタイナー、レベルアップ。ここは戦闘後にメニュー画面を開けるので、先ほどのレベルアップによって最大値が上昇したスタイナーの HP をポーションで回復しておきます。ここから先は、途中でメニュー画面を開けない、4連戦になります。ちなみに、霧の魔獣の霧は使用頻度こそ低いですが、使われると睡眠状態になることがある危険な技なので、なるべく使われないように祈ります。43戦目、霧の魔獣1体。トランスやクリティカルがなくても、雷属性強化と種族特攻で、十分削り切れます。経験値2548、AP2 獲得。スタイナー、レベルアップ、エーテル入手。44戦目、霧の魔獣1体。先ほどと同様です。経験値2548、AP2 獲得。スタイナー、レベルアップ、ベリドット入手。45戦目、霧の魔獣1体。次戦は、霧の魔獣が2匹出現するため、ここは安定をとって、ハイポーションで、スタイナーの HP を回復しておきます。経験値2548、AP2 獲得。スタイナー、レベルアップ。46戦目、霧の魔獣2体。これで最後です。最後はスタイナーが、強制的にトランス状態になります。なんとか勝利。テイク数は7回でした。経験値5096、AP3 獲得。スタイナー、レベルアップ、バードキラー習得。
ペリドット入手。いろいろあって全員クジャに捕まってしまいました。今回のダンジョンでは魔法が使えないので、ここはスタイナー、サラマンダー、クイナの脳筋3人を選択します。なお、ここで選択しなかった残りの4人が、自動的に次回のダンジョンのパーティーメンバーになります。そんなわけで、禁断の地にある、ウィユベールにやってきたのだ。ちなみに、今回クイナを連れてきたのは、特にここで必要になるというわけではなく、ただ単に次回のメンバーに入れたくなかったからです。以下の通り、隊列、装備、アビリティを変更。今回のボスは、間違いなく、本攻略における最難関ポイントです。致命的な耐性の穴がなく、強力な攻撃を多用してくるため、やられる前にやるしかないのですが、HP も非常に高いという、厄介な相手です。47戦目、アーク。行動は、すべてランダム。ブーメラン、竜巻は、強力な全体攻撃。ボトンは、単体の HP を、1にする。プロペラウィンドは、全体に混乱の効果。今回は、戦闘前にあらかじめ、全員を瀕死にしておきます。また、時短の HP の下1桁を7にしておきます。この戦闘は、最初にスタイナーが先手を取れるかが鍵になります。ここで先手を逃すと、その時点で敗色濃厚です。無事先手を取れたら、産後の剣の影スキル、突撃を使用します。突撃は、瀕死状態の味方全員が戦うで一斉に攻撃するという効果です。この際、スタイナー以外は、攻撃に参加したキャラであっても、ATB ゲージを消費しません。サラマンダーは、武器を投げて攻撃します。投げるは、飛行種族に対して 1.5 倍ダメージとなります。アークの攻撃で許容できるのはボトンのみです。それ以外が来たらリセット確定です。祈りましょう。ボトンの効果は対象の HP を1にするですが、最初から瀕死なので大して変わりません。時短は一発でホーリーランスを盗みます。ホーリーランスは最後まで使うことになる超重要武器です。一巡したら、再びスタイナーが突撃を使用します。突撃による戦うでも追加効果が発動します。また、手術特攻も有効なので、クイナ以外はバードキラーで 1.5 倍ダメージになっています。エクスプローダの次はアイスグランドを投げます。投げるのダメージは投げる武器の攻撃力に依存します。自体はリーチ7で攻撃します。ここで7777を出せればかなり有利になります。成功。また、先ほどのスローの効果と窓しこにより、追い越しが発生。ここまで来れば、あとは突撃で削り切れます。撃破しました。
なお、先ほどの時短のリーチ7が失敗しても、アークがもう一度フォトンを使ってくれれば、勝機はあります。テイク数は106回。AP11 獲得。時短、ワードキラー、スタイナー、デビルキラー、サラマンダー、ストーンキラー、ワードキラー、マンイーター習得。浮遊石のかけら入手。今回は、前回の居残り組で、クジャの巨獣、デザートエンプレスから脱出します。以下の通り、装備、アビリティを変更。デザートエンプレス内には、合計6つの要項種が設置されており、回収することでアイテムの取得とボスの弱体化ができますが、当然、面倒なので回収はしません。すべて無視します。なお、今回はトンズラを使用できる時短がいないので、道中エンカウントしないことを祈りながら進みます。FF9 はシステム上、特にパーティーの平均レベルが低い場合、非常に逃げにくい仕様になっているので、エンカウントしてしまうと、ほぼ助かりません。少し苦戦しましたが、無事突破できました。テイク数は、27回でした。奥にあるろうそくを調べると、ボス戦になります。48戦目、バリアピラ。道中の要項種の回収数に応じて、ステータスや行動パターンが変化する。本攻略では回収ゼロなので、最も強いパターンとなる。バリアピラは戦闘開始時に、未回収の要項種に応じて、自身の性能を向上させます。今回は道中の要項種を一つも回収していないので、すべての向上が行われます。これにより、バリアピラは、全属性攻撃が無効となり、魔力、物理防御、魔法防御、物理回避率、魔法回避率が倍増します。また、行動パターンも、基本のリフレク、三属性が軽魔法に、状態異常魔法のブレイズ、マスタードボムと、高位魔法のフレア、ホーリーが追加されます。戦闘が始まったら、まずはカーバンクルのルビーの光で全員にリフレクをかけます。カーバンクルは、アクセサリー、ルビーの固有召喚獣であり、エイコにしか召喚できません。バリアピラの攻撃は、ブレイズとマスタードボム以外、すべて反射可能なので、リフレクさえかけてしまえば、かなり安定します。フライヤーは、有限で攻撃します。ホーリーランスは生属性なので、普通に戦うと無効化されますが、有限は無属性なので、ダメージを与えられます。バリアピラは、自身がリフレク状態でない場合、一定の確率でリフレクを使用します。ビビは、ダメルを5回使用し、魔力を96まで高めます。ダガーは役に立たないので、窓しこでもさせておきます。ちなみに、ダガーは前々回のアレクサンドリア爆破事件のショックでうつ病になり、一定の確率で行動がキャンセルされるようになっています。攻撃魔法はリフレクで反射できますが、無属性のフレア以外は無効化されるため、ダメージを与えられません。ちなみに、リフレクをはじめとする各種補助魔法の持続時間は、気力に依存しています。前回、クイナをこちらのパーティーに入れたくないと言ったのは、一人だけ気力が異常に低いため、他の仲間とリフレクの足並みを揃えられないからでした。マスタードボムは、リフレクでも反射できません。効果は、対象をヒート状態にする、です。ヒート状態になると、次に行動した途端に戦闘不能になってしまいますが、動かなければどうということはありません。時間経過により自然回復しますが、早急に直したい場合は、霊属性魔法をかけることで解除できます。時間がかかるので、少し、加速。
仲間のリフレクが切れたら、カーバンクルでリフレクをかけ直します。フレーズもリフレクで反射できません。効果は、対象をフリーズ状態にする、です。フリーズ状態になると、身動きが取れなくなり、物理攻撃を受けると即死してしまいますが、バリアピラは魔法しか使ってこないので、直ちに影響はありません。こちらも時間経過により自然回復しますが、早急に直したい場合は、非属性魔法をかけることで解除できます。再び加速。パネルを5回使用したら、まずはスリプルを使います。バリアピラは見た目に反して睡眠耐性がないので、眠らせることができます。なお、状態異常魔法の命中率は使用者の魔力が関係しているため、貯めたことでスリプルの命中率が上昇しています。バリアピラを眠らせたら、次はバイオを味方全体に反射させて攻撃します。バイオは無属性魔法なので、無効化されずダメージを与えられます。また、味方4人で反射することで、通常の2倍のダメージを与えられます。なお、優先は睡眠を解除してしまうため、敵を眠らせた後は、次1人に任せます。リフレクをかけ直したら、再び全体反射バイオで攻撃。撃破しました。テイク2は1回でした。AP11 獲得、エイコ、いつでもリジェネ、ケアルラ、フェイズ、リフレク習得、ビビ、ストップ、ファイア習得、ダガー、オートポーション習得、エーテル、エリクサー入手。ここは、タイナー、ビビ、フライヤーを連れて行きます。そんなわけで、エイコを連れ去ったクジャを追って、グルグ火山にやってきたのだ。以下の通り、隊列、装備、アビリティを変更。49戦目、石竜2体、急降下、真空波、ツイスターをランダムで使用、経験値の稼ぎどころ。さて、この戦闘ですが、ウプ主は複数のリセット条件を自分ルールとして設定しております。1、戦闘一発で決められなかった時。石竜は状態異常に対する耐性が全くないので、まず片方をテントで沈黙、暗闇6状態にします。沈黙にしてしまえば、強力な全体攻撃であるツイスターを封じることができます。暗闇で急降下の命中も下がります。2、その後もう一方の石竜にストップを一発で決められなかった時。成功。トップは時間経過で解除されないので、成功すれば敵を貫通することができます。
なんで落下しないんだろう。あとは、残ったもう一方の石油をスリクルで眠らせてしまえば完璧です。3、最後、スリプルを一発で決められなかったとき。まあ、ええわ。真空波は強力な全体攻撃ですが、1回までなら全員耐えられます。ちなみに、ストップを片方にしか使わないのは、敵が全員ストップ状態になると、その時点で勝利となってしまうからです。そうなると、残りのアイテムを盗めない上、戦闘終了時にストップ状態だった敵の経験値が手に入らなくなります。今度は成功。あとは、睡眠状態を維持しつつ、両方から必要なアイテムを盗めるまで粘ります。ジタンは、サンゴの指輪を装備しているので、シュタイナーのサンゴの剣で回復できます。ジタンには、この後危険な仕事が待っているので、念のため、回復しておきます。石油からは、テント、エーテル、エリクサー2つが盗めますが、最後のエリクサーは確率的に厳しいので、他の3つを盗めたら、OK とします。3つ盗み終えたら、とどめを刺します。敵をストップ状態にしても、戦闘終了までに HP をゼロにして倒しておけば、ちゃんと経験値が手に入ります。残りの石油からも盗み終えるまで、加速。ちなみに、先ほどから、フライヤーとスタイナーの攻撃がやたら強いのは、MP 消費攻撃、バードキラー、装備による属性強化で、ダメージ倍率を増幅しているからです。MP 消費攻撃は、ベアトリックスから譲り受けた、クロスヘルムのアビリティで、最大 MP の8分の1を消費する代わりに、戦うのダメージ倍率が 1.5 倍になるという効果です。やっと盗み終わりました。盗み終えたら、時短に経験値を集中させるために、時短以外は自害します。最後は、時短の戦うで、とどめを刺します。いったぁ、神やったな、もう許せるぞ、おい。もう許さねえからな。テイク2は、22回でした。経験値 44,754、AP3 獲得。時短、レベルアップ、迷惑をかける習得。サファイア、エーテル2個入手。時短に経験値を集中させたのは、今後、時短のステータスが重要になる戦闘が、いくつか控えているからです。また、今後のために、ここで、ポーションをすべて使い切っておきます。実戦目、ソーン、ゾーン。イベント戦です。放置していれば勝手に倒してくれます。長いのでカット。モブの命と引き換えに、リボンが手に入ります。リボンは、水、風属性を吸収し、炎、霊、雷、静属性を半減する優秀なアクセサリーです。モブよりずっと役に立ちます。なお、このイベント中にパーティー全員のステータスが全開するので、前回の石油戦の後に、仲間を復活させる必要はありません。以下の通り、隊列、装備、アビリティを変更。
ここでビビが離脱して、A 子が加入します。装備を整えている暇はないので、デザートエンプレス脱出時に、A 子を全裸にしてしまうと大変なことになります。ダメ。絶対。51戦目、メルティジェミニ。羽。バイオ。猛毒パウダー。をランダムに使用する。戦闘中に1回だけウイルス煙を使用する。危険なので、まずは A 子のカーバンクルで全員にリフレクをかけます。ロングバージョンの演出を引いたので、おまけでプロテスもかかります。召喚時の演出にはロングとショートの2つがあり、ロングの方が威力が高かったり効果が追加されたりします。ロングバージョンの発生率は通常で 10%、 残り MP が消費 MP の2倍以下で 33%、 応援セット時で 100% となっています。早速反射が発動しました。単体バイオより全体バイオを反射した方がよりダメージを与えられます。金の髪飾りをゲット。メルティジェミニには暗闇が有効なので、テントで暗闇状態にします。これで物理攻撃の羽の命中率が半減します。また小人も有効なので、もしミニマムがある場合は小人にすることで羽を完全に無力化できます。スタイナーとフライヤーは時短がアイテムを盗み終わるまで待機します。とうとう大技のウイルス煙を使ってきました。使用率はカッターン 40% 程度です。ウイルス煙は全員2大ダメージプラス、ウイルス付与という強力な攻撃ですが、レベルを上げておいた時短とスタイナーなら耐えられます。ウイルス煙を耐えたら、すぐに A 子とフライヤーをフェニックスノーで復活させます。ウイルス煙は戦闘中1回だけの大技なので、もう使われることはありません。ちなみにウイルスの効果は経験値と AP が手に入らなくなるプラス物理回避がゼロになるです。戦闘不能になっても効果が継続しますが、ワクチンを使用することで解除できます。二人を復活させたら、すぐにカーバンクルでリフレクをかけ直します。スタイナーはサンゴの指輪を装備しているので、サンゴの剣で自傷回復できます。メンヘラかな。猛毒パウダーはスタイナー以外、毒味の術で無効化できます。メルティジェミニからは、ワクチン、金の髪飾り、魔人の胸当てを盗めます。ワクチンと金の髪飾りは入手済みなので、残るは魔人の胸当てだけです。盗めるまで、加速。運悪く羽にやられてしまった場合は、すぐにフェニックスノーで復活させ、カーバンクルをかけ直します。また、A 子の MP が減ってきたら、エーテルで回復します。ようやくゲット。今回手に入れた金の髪飾りと魔人の胸当ては、どちらも今後の戦いで必須になる重要な防具です。盗みが完了したら、メルティジェミニへの攻撃を開始します。フライヤーの戦うは、ホーリーランプと天使のイヤリングの組み合わせで 1.5 倍、相手の低弱点を突くことで 1.5 倍、デビルキラーで 1.5 倍、MP 消費攻撃で 1.5 倍で、合計約5倍ダメージとなっています。このまま勝利すると、誰も AP を得られないので、先ほど盗んだワクチンで、フライヤーのウイルスを解除します。これはフライヤーに、MP 消費攻撃、バードキラー、デビルキラーを、早く習得してもらうためです。現状、MP 消費攻撃を習得できる防具は、クロスヘルムしかないため、これを装備できる、フライヤーかスタイナーのどちらか一方しか MP 消費攻撃を使えませんが、フライヤーが習得してしまえば、二人とも使えるようになります。
MP 消費攻撃は、敵の種族や属性に関わらず、ダメージ倍率が 1.5 倍になる優秀なアビリティであり、本攻略の要です。ちなみに、MP 消費攻撃や〇〇キラーの倍率が乗るのは、戦うのみであり、ジャンプなどを使用すると、逆にダメージが下がることもあるので、注意です。テイク2は、4回でした。AP11 獲得。フライヤー、レイゼの風、デビルキラー習得。ワクチン入手。ちなみに、フライヤー以外のウイルスは、このイベントの後、自然に解除されるので、ご安心ください。アレクサンドリアで、ベアトリクスと再会。ガーネットを渡されます。また、このイベントで、ダガーのうつ病が治り、髪を切って、イメチェンまでします。髪なんか必要ねえんだよ。そんなわけで、忘れ去られた大陸にある、イクセンの古城にやってきたのだ。イクセンの古城内では、戦う使用時の攻撃力が、60-武器攻撃力になります。つまり、攻撃力が高い武器ほど弱くなるということです。なお、戦う以外の武器攻撃力は、通常通りの攻撃力で判定されます。ここで、サラマンダーの中二病が発症。こんな女子供のいるようなパーティーにいられるか。俺は一人で行く。と言って、パーティーから離脱します。ここは、ビビ、フライヤー、栄光選択します。以下の通り、隊列、装備、アビリティを変更。52戦目、ダハーカ。通常モードと防御モードの2形態が存在する。通常モード時は、切り刻む、ブリザガで、攻撃してくる。一直線を使用すると、防御モード栄光。物理防御が4倍になる。防御モード時は、体当たりで攻撃してくる。気楽を使用すると、通常モード栄光。今回は戦うを使わないので、全員攻略に下げておきます。ビビは今回もためごろうです。5回貯めて魔力を97にします。また、ダハーカには沈黙、毒が有効なので、最初にテントで沈黙、毒状態にしておきます。成功すれば、ダハーカの攻撃で最も危険なブリザガを封じることができます。また、ブリザガ以外の攻撃は単体の物理攻撃のみであり、攻略で防御していれば十分耐えられるため、さほど脅威ではありません。ビビが貯めている間、時短は盗みを働き、フライヤーとエイコは防御しておきます。ダハーカは、エリクサー、ミスリルクロー、オリハルコンを盗めるので、すべて盗んでおきます。特に、オリハルコンは本攻略における時短の最強武器なので、最重要です。少し加速。パネルを5回使用したら、ダハーカにトリプルをかけます。ダハーカは睡眠耐性がないので、うまくいけば眠らせられます。
スリプルを貯めるの後に持ってきたのは、バリアピラセンと同様、スリプルの命中率を上げるためです。ダハーかとビビのレベル差が大きいため、魔力を上げないとなかなか当たりません。今度は成功。あとはオリハルコンの盗み待ちです。オリハルコンゲット。準備が整ったので、ダハーカには死んでもらいます。まずは、カーバンティーで全員にリフレクをかけます。リフレクがかかったら、ビビのファイラを全体反射させて攻撃します。ダハーカは炎が弱点なので、これで6000近いダメージを与えられます。また、魔法攻撃なので、睡眠を解除しませんし、防御モードになっても、ダメージの低下がありません。あとは、これを繰り返すだけです。加速。ちなみに、ダハーカにはヒート耐性もないので、フレーム弾の追加効果発動や、青魔法、マスタードボムで即死させることも可能です。撃破しました。テイク2は2回でした。 AP11 獲得、チタンデビルキラー習得、フライヤー MP 消費攻撃、追加効果発動、バードキラー習得、エイコプロテス止まらずの術、カーバンクル習得。ちなみにサラマンダーはというと、落とし穴に落ちて動けなくなってました。今回は土のガーディアン戦です。この戦闘は強制的にチタン得意なの2人で戦うことになります。以下の通り、装備、アビリティを変更。53戦目、土のガーディアン、もろ手蹴り、三属性が桂魔法、地震を使用する。今回はあらかじめ時短のトランスゲージを満タン手前まで貯めておきます。時短はトランスゲージが満タンになるまでの間、盗みを行います。地のガーディアンからは、アベンジャーとラバーコンシャスが盗めるので、両方盗んでおきます。クイナは、サンゴの指輪を装備しているので、サンダガだけは吸収できます。地のガーディアンには暗闇が有効なので、最初にテントで暗闇状態にしておきます。これで、物理攻撃である、もろ手切りの命中率を半減させることができます。地震は強力な全体攻撃ですが、敵優先でレベルを上げておいた時短なら耐えることができます。ここで魔人の胸当てのアビリティ、オートポーションが発動。オートポーションはダメージを受けると手持ちのポーションかハイポーションで自動的に回復するアビリティです。オートポーションといつでもリジェネの効果で、地震で受けたダメージのほとんどを回復できるため、回復アイテムがスキルか、地震を連発されない限りは負けません。ここで時短のトランスが発動。ちなみに、いつでもリジェネは金の髪飾りに付属しているアビリティです。トランス化したら、フリーエナジーを3発叩き込みます。現在の時短のレベルと記憶なら、トランス状態を4ターン維持できます。三属性魔法は、リボンの効果でダメージを半減できるので、大したダメージを受けません。なお、オートポーションで使用するアイテムの優先順位は、ポーション代なりハイポーションとなっています。あらかじめポーションを使い切っておいたのは、ここでハイポーションを使わせるためでした。
なお、死のガーディアン展開時点でのハイポーションの個数は16個なので、不足することはまずありません。フリーエナジーを3回使い終わるまで、加速。ちなみに、いつでもリジェネは各種エフェクト中にも回復が発生するため、オートポーションや演出が長い技や魔法と大変相性がいいです。フリーエナジーを3回使い終わりました。この時点で盗みを終えていない場合は、盗みを再開します。ワガーコンシャス入手により、盗みが完了しました。諸手切りは、攻撃の効果でダメージを半減できるため、仮に命中したとしても、十分耐えられます。盗みが完了したら、フェニックスノーでクイナを復活させます。地震で死んだので、もっかい。今度はセーフ。無事復活できたら、ジタンが1回攻撃した後、クイナにタベルを使わせます。なんと、土のガーディアンはボスにもかかわらず食べることができます。テイク2は5回でした。AP11 獲得、時短、見破る、オートポーション、アビリティアップ習得、フェニックスの羽入手。なお、土のガーディアンは即死耐性を持っていないため、クイナが死のルーレット、マトラマジック、アクアブレスなどを覚えている場合、さらに楽に倒すことも可能です。いよいよ今回は低レベル攻略の鬼門と言われているパンデモニウム3連戦です。ストーリー解説は、不要だな。この3連戦で戦うことになる敵は、なんと全員。状態異常が全く効きません。以下の通り、装備、アビリティを変更。54から56戦目、パンデモニウム3連戦。3体は、どういう集まりなんだっけ ?3 連戦最初の相手は、アムブシアスです。こちらの操作キャラは、最初時短のみであり、強制的に前列に立たされます。アムブシアスの行動パターンは、2ターン目まで固定であり、1ターン目バイオ、2ターン目浮上となっています。このバイオに耐えるために、ある程度のレベルが必要になります。バイオの毒は、毒味の術で回避。2ターン目にフライヤーが登場するまでは、敵へのダメージが無視されるため、盗みでもしておきます。2ターン経過により、フライヤーが登場。配置は同じく前列。この3連戦で共闘するキャラは、全員前列スタートです。フライヤーが現れたら、一点攻勢。戦うで攻撃します。時短はバードキラー。フライヤーは属性強化、デビルキラー、MP 消費攻撃で、戦うの威力を増幅しています。5464以上のダメージを与えると、サラマンダーが登場。なお、5464を超えた分のダメージは無視されます。あとは、敵の反撃に注意して、全員生存している状態で、とどめを刺します。サラマンダー登場後に、5463ダメージを与えれば、勝利です。経験値1人当たり8792 AP3 獲得。全員レベルアップ。フライヤー、時短、いつでもリジェネ習得。エーテル入手。戦闘で消費した HP、MP 及び状態異常は次の戦闘の前に全開します。この通り、装備、アビリティを変更。2戦目の相手は、アバドンです。
こちらのメンバーは、最初、スタイナーとクイナの二人です。ティタンが登場するまでは、スタイナーは防御、クイナは回復役に徹します。スタイナーが倒されたら、クイナがフェニックス脳で復活させます。スタイナーは、サンゴの指輪で、サンダガを吸収できます。無事にターン目までしのげたら、ジタンが現れるまで待機します。例のごとく、ジタン登場前のダメージは無視されます。3ターン経過で、ジタンが登場します。内部的には、アバドンが3ターン目に ATB ゲージを消費して、ジタンを呼び出しています。ジタン登場後は、一点攻勢、スタイナーとジタンの戦うで攻撃。敵は先ほど行動消費したので、確実に先制できます。ジタンはバードキラー、スタイナーは属性強化、バードキラー、MP 消費攻撃で戦うの威力を増幅しています。ここで最も危険な構えたちを使ってきました。スタイナーとクイナはやられてしまいますが、ジタンは防御なしでも十分耐えられます。また、ジタンは前回同様、オートポーションといつでもリジェネをセットしているため、かなり安定しています。この戦闘は、ジタンとスタイナーの生存が必須なので、スタイナーをフェニオで復活させます。次のターン、ジタンとスタイナーの二人ともが生き残れば OK です。アバドンは、ジタン登場後に、19,26 ダメージを与えれば撃破できます。次の戦う2発をミスしなければ倒しきれます。経験値1人当たり 13,188 AP4 獲得。ジタン、スタイナー、レベルアップ、エーテル入手。ここも戦闘後に HP、MP、状態異常が全開します。以下の通り、装備を変更。3連戦最後の相手は、シェルタドラゴンです。こちらのメンバーは、最初時短のみです。例のごとく、増援前に与えたダメージは無視されるため、それまでは盗みでも行っておきます。シェルタドラゴンからは、フェニックスノーとエリクサーが盗めます。今回の増援発生条件は、時短が瀕死になることです。オートポーションといつでもリジェネのせいで狙って瀕死になることは難しいので、ここは3ターン目から敵が使い始める、押し潰すが来るのを待ちます。エリクサーゲット。これで盗みは完了です。あとは敵が押し潰すを使ってくるまで待機します。加速。押しつぶすを使ってきました。増援発生条件を満たしたため、ザガーが増援にします。また、この際、ジタンの HP が全開します。これ以降、シェルタドラゴンにダメージが通るようになります。以降は、ジタンの戦うで攻撃していきます。ダガーもせっかくなので、バハムートで少しでもダメージを稼いでもらいます。長いので、加速。長い割に対して強くないですね。ダガーはすぐに死んでしまいますが、時短さえ生きていれば問題ありません。時短はオートポーションといつでもリジェネの自動回復があるので、一人でもかなり安定して戦えます。ただ
し、押しつぶすを使われた場合は、自動回復だけでは回復が追いつかないため、自分でハイポーションかエリクサーを使って回復するようにします。あとは敵が倒れるのが先か、こちらのハイポーションが切れるのが先かの勝負になります。加速。なお、オートポーションの出番はこの戦闘で最後になるので、ハイポーションはここで使い切ってしまっても問題ありません。ハイポーションをちょうど使い切ったところで撃破できました。テイク数は6回でした。経験値 26,376、AP4 獲得。時短、レベルアップ、エリクサー入手。今回からパンデモニウムのボス3連戦です。連戦多い。多くない?あ、このガーランドってやつが黒幕らしいです。ボス連戦に挑むメンバーは、ジタン、スタイナー、フライヤー、サラマンダーの4人です。以下の通り、隊列、装備、アビリティを変更。57戦目、金竜。クロウ。衝撃波。真空波。ツイスター。お、ランダムに使用する。ボス3連戦の戦法は、金竜です。連戦の前に、あらかじめ全員を瀕死にしておきます。金竜には、沈黙、暗闇が有効なので、最初に点灯使用して、沈黙、暗闇状態にします。成功すれば、沈黙でツイスターを封じることができ、暗闇でクロウの命中率も下げられます。今回の戦法は、至って単純。やられる前にやる、です。こちらは、バードキラー、属性強化、MP 消費攻撃でダメージを増幅しまくっているので、突撃1回と戦う2、3回で蹴りがつきます。うまくいけば、1ターン撃破も可能です。敵の攻撃は、ツイスターなら沈黙で無効、クロウならミスれば OK、衝撃波、真空波が来たらリセットです。うまくいったので、1ターン撃破できました。ちなみに、金竜からは結構いいアイテムを盗めますが、必須ではないこと、盗んでいる暇がないこと、面倒くさいことなどから、今回は見送ることにしました。AP13 獲得、スタイナー、突撃、止まらずの術、アンデッドキラー、マンイーター習得、サラマンダー、毒味の術、HP 10% アップ習得、ウィングエッジ入手。今回は、ボス3連戦の2戦目、ガーランド戦です。58戦目、ガーランド。波動。念力。フレア。ストップ。お、ランダムにしよう。沈黙時や MP 不足時は、魔法を選択しない。また、リフレク状態のキャラは、魔法の対象にしない。このボス3連戦では、連戦間の回復がないので、前回と同様、全員瀕死状態で戦闘が始まります。つまり、最初から全員、突撃態勢になっている、ということです。まずは、ガーランドに先制を譲り、相手の攻撃を受けます。戦闘不能者が出たら、フライヤーかサラマンダーが、エニオで戦闘不能者を復活させます。その後は、ジタンが盗む、スタイナーが突撃を選択します。突
撃前に戦闘不能者を復活させているので、4人全員で攻撃できます。突撃後は、再び相手の攻撃を待ち、同じことを繰り返します。ガーランドの攻撃は、すべて単体攻撃なので、この方法で安定して、盗みと攻撃を行います。ストップは、フライヤー以外、止まらずの術で無効化できます。ここで、バトルブーツをゲット。バトルブーツは MP 消費攻撃が使えるようになる全員装備可能なアクセサリーなので、必ず盗んでおきます。確率は一番高いので、すぐに盗めるはずです。また、余裕があれば、忍びの衣も盗んでおきます。今回は、最初に盗めました。ちなみに、ガーランドには沈黙が有効ですが、沈黙状態になると、波動と念力しか使ってこなくなります。沈黙させない方が、フライヤー以外無効化できるストップで無駄行動してくれる可能性があるので、ここはあえて沈黙させずに戦います。なお、フライヤーがストップで止められた場合でも、万能薬で解除できるので問題ありません。難なく勝利。今回はボス3連戦の最後、クジャ戦です。ここまで引っ張ったのですから、強敵に違いありません。59戦目、クジャ。サンダが、グラビデを使用する。仲間全員にリフレクをかけると、全体攻撃のフレアスターに切り替わる。どう見ても消化試合です。本当にありがとうございました。リフレクさえ使わなければ、攻撃方法が単体3だがと、割合攻撃のグラビデのみの時点でお察しです。とりあえず、時短は盗む、スタイナーは自分に戦う、他は敵に戦うを選択します。スタイナーはいつもの産後の剣と産後の指輪のセットで HP を回復できます。FF9 のグラビデは最大 HP に対する割合ダメージなので瀕死状態だとこんな感じで普通に死にます。なお、クジャ戦では必須となる盗みはないので、早々に時短が倒されてしまっても問題ありません。フライヤーはラバー根脚の効果でサンダガを無効化できます。グラビデがフライヤーに来た場合はやられてしまいますが、この戦闘はスタイナー一人で十分なので、もう満体です。スタイナーはサンダガを吸収でき、グラビデを連続で使われたとしても、自家発電によりノーコストで回復できるため、回復さえ怠らなければゲームオーバーはありません。特に見どころもないので、加速。なお、クジャ戦は戦闘後の AP 獲得もないので、仲間を倒れたまま放置しても損することはありません。クジャの HP を削り切ると、イベントが発生します。最後はイベントでクジャに負けてしまうので、この戦闘は勝利回数に含めないこととします。テイク数は14回。今回からディスク4です。ディスク4開始時点での主な消費アイテムの所持数は以下の通り。今回はラストダンジョンの門番、侵入戦です。
列、装備、アビリティを変更。59戦目、侵入。真空波。衝撃波。念力。タイダルウェーブを、使用。残り HP が半分を切ると、ツイスターを1回だけ使用。戦うに対して、3分の1の確率でカウンター発動。侵入戦は、ジタン、スタイナー、フライヤー、サラマンダーの4人で挑みますが、装備の都合上、メインで戦えるのは、ジタン1人だけです。ジタン以外の3人は、侵入の攻撃に耐えられる装備をしていないため、戦闘開始後、すぐにやられてしまいます。3人は、やられてしまう前に、戦うで、少しでもダメージを稼いでおきます。侵入は、戦うに対して、3分の1の確率で、カウンターをしてきます。真空波は、全体に風属性のダメージを与える技です。時短だけは、リボンの風属性吸収の効果で回復できます。タイダルウェーブは、全体に水属性のダメージを与える技です。こちらも、リボンの水属性吸収の効果で回復できます。衝撃波は物理攻撃扱いなので、防御や攻撃配置などでダメージを抑えることができます。攻撃なら、防御なしでもこの程度のダメージで済みます。時短の HP が減ったら、いつでもリジェネか敵の攻撃の吸収で HP が満タンになるまで防御します。HP が満タンになったら、防御を解いて、盗みを再開します。侵入からは、万能薬、ドラゴンリスト、グランドアーマーを盗めます。最後のグランドアーマーは、確率が低すぎるのと必須ではないため、他の2つだけ盗んでおきます。念力も物理攻撃扱いのため、防御や攻撃配置でダメージを抑えられます。侵入の攻撃のうち、時短がダメージを受けるのは、念力、衝撃波、カウンターの3つだけです。ドラゴンリストを入手。これで、盗みは完了です。盗みが完了したら、トランスゲージが溜まるまで、防御で待機します。戦うで攻撃すると、反撃のカウンターを食らう危険があるため、攻撃はトランス中の裏技で行います。幸い、戦う以外の攻撃には、カウンターは発動しません。トランスゲージが溜まるまで、加速。待機中は、攻撃かつ防御によるダメージ軽減と、いつでもリジェネと敵の攻撃による回復のおかげで、ダメージを受けても、すぐに HP が満タンに戻るため、安全です。トランスゲージが溜まりました。トランス化したら、HP が満タンになるまで待ってから、攻撃を開始します。使用する技は、ストラサークル5です。一発で8684から9999のダメージを与えられます。裏技は、攻撃からでも、色気が落ちません。時短は、トランス状態で、4回行動できます。残りの3回もすべて、ストラサークル5で攻撃します。加速。4回目の行動が終わり、トランスが解除されました。トランスが解除されたら、再びトランスゲージが溜まるまで、防御して待機します。加速。HP が半分を切ると、一度だけ使ってくるツイスターも風属性なので、リボンで吸収できます。
スゲージが溜まりました。 MP を回復するのがもったいないので、2回目は消費 MP が最も低いフリーエナジーで攻撃していきます。フリーエナジーでも4992から6144のダメージが出ます。開幕に戦うを一発でも入れておけば、よほど低ラン数を引かない限り、フリーエナジー3発以内で蹴りがつきます。撃破しました。テイク2は1回でした。 AP13 獲得、時短、警戒習得、ウイングエッジ入手。そんなわけで、イーファの騎乗空にあるラストダンジョンにやってきたのだ。以下の通り、隊列、装備、アビリティを変更。ラストダンジョンの道中では、FF1 のセルフオマージュで、4体のカオスが、ボスとして登場します。また、登場の仕方も FF1 と同様、何の変哲もないところで、唐突にエンカウントします。60戦目、マリリス。剣の前。火炎斬り。マスタードボム。リフレクを、使用。HP が0になると、ファイナルアタックで、剣の雨。どこかの猿と異なり、不発に終わったりはしない。今回も例のごとく、全員、あらかじめ瀕死にしておきます。ガーランド戦同様、まずは、相手に先制を譲ります。その後、時短は盗む、フライヤーかサラマンダーは、ケミオで戦闘不能者の復活、スタイナーは突撃を行います。マリリスはファイナルアタックの剣の雨以外攻撃対象が単体のみなので、かつ怠らなければファイナルアタック以外で全滅することはありません。全員で攻撃するため、突撃は戦闘不能者を復活させた後に選択します。マリリスは魔族なので、全員デビルキラーをセットして戦うのダメージ倍率を増幅しています。突撃を終えたら再び相手の攻撃を待ち、同じように行動します。ちなみに、マスタードボムでヒート状態にされた場合は、わざと行動して戦闘不能になった後、復活すれば OK です。マリリスからは、源氏の鎧、アルテマソード、正宗が盗めますが、今回必要なのは、源氏の鎧とアルテマソードの2つです。源氏の鎧は先ほど盗んだので、あとはアルテマソードだけです。もし、突撃を3回行った時点で、まだ盗みが完了していなかったら、攻撃を一時中断して、盗みが完了するのを待ちます。アルテマソードをゲット。これで、盗みは完了です。そうしたら、スタイナー、突撃、フライヤー、ジャンプ、サラマンダー、投げるの順で、入力します。マリリスのファイナルアタックの剣の雨は、この状況でまともに食らえば全滅不可避です。なので、とどめを刺す直前にフライヤーをジャンプで退避させることで、全滅を回避します。
チータン、スタイナーも、再び ATB ゲージが溜まり次第、戦う、突撃を入力します。あらかじめ、突撃3回分のダメージを稼いでおけば、あとはフライヤー以外の3人の総攻撃で、フライヤーがキャッチする前に、とどめを刺し切れます。そして誰もいなくなりましたが、フライヤーが生きているので、問題ありません。テイク2は、2回でした。AP10 獲得。フライヤー、竜の紋章、混乱回避の術習得。フェニックスの、フェニックスの羽入手。一旦戻るのは面倒なので、アイテムで回復して、そのまま進みます。フェニックスの3個、エーテル3個消費。以下の通り、装備、アビリティを変更。61戦目、ディアマット。サイレントクロウは、ダメージ、プラス、沈黙。こちらの力、魔力、MP を吸収して、パワーアップする。ジェット噴射、ツイスターは、おのおの、戦闘中1回のみ。レビテト状態のキャラが、戦うで攻撃すると、反撃の鼻息で、場外に飛ばされる。前回に引き続き、全員瀕死状態でのスタートです。なお、今回は、スタイナーを必ず4番目に配置します。ディアマットは、全滅不可避の大技や、こちらのステータスを吸収する技を使ってくるため、長期戦になるほど、不利です。なので、こちらの戦法はいつも通り、やられる前にやる、していきます。ディアマットには沈黙耐性がないので、最初にテントで沈黙状態にしておきます。これでツイスターとレビテトを防ぐことができます。こちらのメイン火力はいつも通り突撃です。突撃を選択した後は、コマンド入力を止めて相手の出方を見ます。吸収などで戦闘不能者が出なかった場合は、時短に済む、サラマンダー戦うか投げる、フライヤー戦う、スタイナー突撃を選択。サイレントキラーで戦闘不能者が出た場合は、フライヤーかサラマンダーが、エニオで復活。ジェット噴射を使われた場合は、諦めてリセットします。なお、ディアマットからは、ブラッドソード、フェザーブーツ、グランドヘルムを盗めますが、本攻略で必要なのは、フェザーブーツだけです。ツイスターかレビテトを引くと、唱えられないで、1ターン無駄にしてくれます。あと、突撃2回ほどで倒せそうですが、フェザーブーツの盗みがまだなので、それまではとどめをさせません。スタイナーは、アルテマコード、追加効果発動で、敵を睡眠状態にすることができます。今回、スタイナーを4番目に配置したのは、せっかく発動した睡眠状態を、他のキャラの攻撃で解除してしまうのを、防ぐためでした。敵が寝ている間に時短が盗みを行う算段でしたが、直後にフェザーブーツを盗めたので、突撃でとどめを刺します。テイク2は、9回でした。今回の戦果は、以下の通り。ウィングエッジ入手。この後、回復のために、テントを2つ消費。以下の通り、装備、アビリティを変更。
62戦目、クラーケン。右触手、左触手、本体の3つの部位からなる。触手を撃破すると、行動パターンが変化する。触手を倒していない場合、ブレイズ、ウォータガーを使用。本体に攻撃すると、水鉄砲、炭で反撃してくる。右触手を倒すと、反撃の水鉄砲が、足に変化。左触手を倒すと、反撃の炭を使わなくなる。両方の触手を倒すと、通常行動のブレイズが、足に変化。こちらのメンバーはいつもの4人ですが、今回は突撃を使用しません。戦闘が始まったら、時短以外の3人で左触手を集中攻撃して撃破します。ブレイズは対象をフリーズ状態にする魔法です。フリーズ状態で物理攻撃を受けると戦闘不能になります。めっちゃ豚の手錠をセットしているスタイナー以外は、ブレイズを確実に回避する手立てはありません。左触手からはエリクサーが盗めるので、撃破する前に時短が盗んでおきます。左触手を撃破しました。左触手を倒すと、クラーケン本体を攻撃した際の反撃が水鉄砲のみになります。水鉄砲は水属性の単体攻撃です。水属性の全体攻撃なので、リボンを装備している時短は吸収できます。左触手のみ撃破している場合、クラーケンの攻撃手段は反撃を含めて、ブレイズ、ウォータガー、水鉄砲の3つのみとなります。このうち、ウォータガーと水鉄砲は水属性なので、リボンを装備している時短には効きません。ブレイズは効きますが、ノーダメージであること、相手が物理攻撃を使ってこないこと、時間経過で解除されることから、戦闘時間が引き延ばされるだけで無害です。というわけで、この状態で時短がやられてしまうことは絶対にないので、勝利確定です。あとは必要なアイテムを盗んでから、本体を攻撃し続けて倒すだけです。なお、右触手を倒してしまうと、物理攻撃の足を使ってくるようになるため、右触手はあえて残しておきます。時間がかかるので、加速。ちなみに、クラーケン本体からは、源氏の兜、ウィザードロッド、宝飾のローブを盗めますが、本攻略で必要なのは、源氏の兜だけです。また、右触手からは、ウィングエッジを盗めるので、ついでに盗んでおきます。時間はかかりましたが、難なく撃破。テイク2は、1回でした。AP10 獲得。時短、目には目を習得。エーテル、フェニックスの羽入手。戦闘後に、フェニックスのを2つ消費。以下の通り、装備、アビリティを変更。63戦目、リッチ。デスカッターは、物理ダメージと死の宣告。地震、アースシェイクは、全体に地属性ダメージ。他にも、デス、ストップ、死の宣告、猛毒パウダーといった、厄介な状態異常攻撃を多用する。ラストダンジョンのカオス戦も、いよいよ今回で最後です。今回のメンバーは、ジタン、フライヤー、エイコ、スタイナーの4人。
例のごとく、全員あらかじめ禁止にしておきます。まずは、地震、アースケイク対策として、A コバ全体にレビテトをかけます。以降は、レビテトの持続時間を引き伸ばすため、窓仕込みより、必要な時以外、時間を止めながら、戦闘を進めていきます。レベル5ですが、全員レベルが5の倍数ではないので、無害です。時短はいつも通り、まずは盗みを行います。フライヤーは戦闘不能者がいる場合はアイテムで復活、そうでなければ戦うで攻撃します。スタイナーは突撃を使用。今回もメイン火力は突撃です。時短、フライヤー、スタイナーの3人は MP 消費攻撃、デビルキラーで戦うの威力を増幅しています。また、フライヤーは装備による生属性強化と陸地の生属性弱点をついているため、さらに倍率が乗ります。ですは、アビリティによる無効化ができません。また、レビテとの掛け直しができなくなるので、リフレクで反射することもできません。使われた場合は、ミスるよう祈りましょう。フェニックスの羽は、戦闘中にしか使用できないため、今回は、およりも羽を優先的に使っていきます。ちなみに、リッチの攻撃はデス以外にも、デスカッター、死の宣告が対策できていないため、危険です。ただ、これらはすべて単体攻撃なので、復活さえ怠らなければ、それほど脅威ではありません。全体攻撃の地震とアースシェイクは、両方とも土属性なので、レビテトで浮いていれば、無効化できます。残りの、ストップと猛毒パウダーは、両方とも、アビリティで全員対策済みです。というわけで、リッチ戦は、レビテトが切れないようにかけ直し続け、戦闘不能者が出た時に、復活を怠らなければ、安定して戦うことができます。あとは、時短が必要なアイテムを盗んでくれるのを待ってから、とどめを刺すだけです。加速。ちなみに、リッチからは、源氏の小手、精霊の笛、クロノローブを盗めます。せっかくなので、すべて盗んでおきましょう。すでに、源氏のコテと、精霊の笛を入手済みなので、残りは、クロノローブだけです。クロノローブをゲット。クロノローブは、次回、早速活躍してくれます。盗みを終えたら、いつも通り、突撃でとどめを刺します。テイク2は2回でした。AP10 獲得、時短 HP20% アップ習得、フライヤーアンデッドキラー習得。いよいよラストフロアのクリスタルワールドまでやってきました。以下の通り、隊列、装備、アビリティを変更。長々と語っていますが、クジャの主張を要約すると、せっかく最強の力を手に入れたと思ったのに余命わずかだった。もうマジ無理。世界破壊しよう。です。64戦目デスゲイズ。開幕にメテオを使用する。開幕後は、海上隊の行動パターン移行。海上隊の攻撃手段は、デモンズクロウ。運回す。今回のメンバーは、ジタン、フライヤー、ビビ、スタイナーの4人です。いつも通り、あらかじめ全員を瀕死にしておきます。
また、スタイナーは必ず4番目に配置します。今回は開幕にスタイナーが敵に先制して突撃を使用することが必須となります。デスゲイズの素早さが非常に高いため、先制するだけでもかなりの運が必要になります。無事先制に成功したら、今度はスタイナーの追加効果が発動することを祈ります。デスゲイズには睡眠耐性がないので、アルテマソードの追加効果が発動すれば眠らせることができます。また、ギギのオークスタックの追加効果でスローが発動すればなおよしです。無事敵を眠らせることができたら、時短がエーテルでスタイナーの MP 回復を行い、ギギがフレアで攻撃します。フレアは前回のリッチ戦で入手したクロノローブで使用可能になる魔法です。次に、スタイナーがフレア剣で攻撃します。先ほどスタイナーの MP を回復したのは、フレア剣が MP を60も消費するからです。魔法剣は魔法と同様、対象の睡眠を解除せずにダメージを与えられます。再び ATB ゲージが溜まり次第、ギギはフレア、スタイナーは突撃、時短とフライヤーは戦うを入力します。窓飛行活用しつつ、コマンド入力を素早く行えば、敵の睡眠が解ける前に味方全員の入力を完了できるはずです。ここでデスゲイズの睡眠が時間経過により回復。ただし、こちらの方が先に入力を完了しているため、先に行動できます。こちらは戦うのダメージを増やすため、ビビー剤、MP 消費攻撃やデビルキラーにより倍率を増幅しています。攻撃をミスしなければ、敵に行動される前にギリギリ HP を削り切ることが可能です。撃破しました。ちなみに、デスゲイズは開幕行動前に眠ると、メテオがスキップされ、そのまま解除態の行動パターンに移行します。そのため、もし敵に行動される前に倒しきれなかったとしても、敵の行動が単体攻撃のデモンズクローなら、次のターンに残りのメンバーで十分撃破することができます。ステージ2は47回、AP 獲得なし、フェニックスのウィングエッジ入手。ラストバトルに向けて最後の準備をします。メンバーはいつもの4人です。フェニックスノーでサラマンダーを復活。エーテルでジタン、フライヤー、スタイナーの MP を回復。以下の通り、装備、アビリティを変更。65戦目、トランスクジェ。フレア。ホーリー。フレアスター。リフレクを使用。敵味方全員がリフレク状態の場合、反撃で自身にフレア、ホーリーを使用する。HP が 27,770 以下になると、反撃でケアルが、フレアスターを使用する。戦闘が始まったら、まずはクジャに先制を譲り、相手の出方を伺います。リフレクは無害なので、一番の当たり行動です。クジャにリフレクがかかっていない場合のみ、使ってきます。戦闘不能者が出なかった場合は、スタイナー以外の3人が、戦う、投げるで攻撃した後、スタイナーが突撃を使用します。この突撃で、クジャの HP が 27,770 以下になり、反撃モードに移行します。反撃モードに移行すると、壊滅必至のフレアスターで反撃してくるようになるため、大変危険です。突撃後は、コマンド入力を止めて、再び相手の出方を見ます。フレアかホーリーを使われると、誰か一人が戦闘不能になりますが、すぐにアイテムで復活させれば、問題ありません。なお、
ボーリーの場合は、スタイナーのみ、不意的のかけらの低毒低吸収効果により、生存できます。ちなみに、フレアスターを使われた場合はリセットです。使われないように祈りましょう。クジャが反撃モードに移行した後は、こちらの攻撃は突撃のみで行います。実は突撃にはカウンターの対象にならないという特性があります。この特性により、反撃のフレアスターを使われることなく、安全にダメージを与えることができます。というわけで、あとは UV 構造のフレアスターを使われないように乗り切る突撃あるのみです。ちなみに、今回も MP 消費攻撃やワードキラーにより、戦うのダメージ倍率を増幅しています。なお、今更になりますが、種族キラーの効果は増幅しません。例えば、トランスクジャに、マンイーターとワードキラーを両方セットして攻撃しても、ダメージ倍率は 1.5 倍のままとなります。と、説明している間に無事撃破。今回もファイナルアタックアルテマで壊滅しますが、最後にクジャが吹っ飛んでいくので、勝利回数にはカウントしておきます。そんなわけで、ラスボスのいる、絶望の丘にやってきたのだ。本作のラストバトルを飾るのは、皆さんご存知の、メタリックな彼です。話が長いので、カット。メンバーはいつもの4人。装備、アビリティ、体型の変更はなしです。なお、ラストバトルは直前のイベントで全回復するため、あらかじめ瀕死にしておくことはできません。66戦目、永遠の闇。永遠の闇は本体の他に、目に見えない見えざる闇が3体存在する。見えざる闇はターゲット選択区か。見えざる闇防御は減る、プロテスを使用。本体の HP が減るとケアルガも使い始める。見えざる闇だけ魔法は全体のファイガー、ブリガガ、サンダガをランダムに使用する。見えざる闇究極魔法はフレア、ホーリー、低確率でメテオも使用する。永遠の闇の行動は、完全ローテーション。青の衝撃、グランドクロス、ニュートンリング、青の衝撃を繰り返す。青の衝撃は、対象の HP を1にする。グランドクロスは、16周囲の状態以上を、各8分の1の確率で発生させる、凶悪な全体技。ニュートンリングは、超高威力の全体攻撃。食らえば、全滅不可避。戦闘が始まったらまず、ジタン、サラマンダー、スタイナーの3人が自殺します。3人が自殺することで、見えざる闇3体の行動を封じることができます。クライアは、永遠の闇が青の衝撃を使用するのを見届けてから、ジャンプします。しばらくすると、クライアが着地し、その直後に敵のターンが回ってきますが、永遠の闇は、グランドクロスとニュートンリングを飛ばして、青の衝撃を使ってきます。
青の衝撃は対象の HP を1にする効果なので、食らっても戦闘不能になることはありません。しばらくは青の衝撃しか使ってこないので、この間にフライヤーの戦うでダメージを与えていきます。なお、永遠の闇は高特性持ちなので、バードキラーで戦うのダメージを増幅しています。キャッチを3回目の青の衝撃を使ってきたら、3秒ほど待機してからジャンプを入力します。こうすると、2ターン目のグランドクロスは攻撃対象が存在しないため、スキップされます。さらに、グランドクロスがスキップされると、通常 GDA の移行も行われないため、当然ニュートンリングも発動せず、キャッチ後は通常 GA3 ターン目の青の衝撃を使ってきます。これが1回のジャンプで、グランドクロスとニュートンリングの両方を回避できる理由です。この戦法は、ワロスカットと呼ばれており、RCA でもよく利用されます。グランドクロスとニュートンリングさえ封じてしまえば、永遠の闇は、ソザコナメクジとかすので、あとは、ジャンプのタイミングを合わせるだけで、勝利確定です。ちなみに、先ほどから、見えざる闇が全く行動しない理由は、見えざる闇は、こちら側の、元気なメンバーの数に応じて、行動をキャンセルする、という特性を持っているからです。元気なメンバーというのは、戦闘不能、石化、ストップ、瀕死の、いずれでもないメンバーのことを指します。元気なメンバーが3人以下になると、究極魔法が停止し、2人以下で、打形魔法が停止、1人以下で、防御が停止します。よって、戦闘開始早々に3人が自殺することで、見えざる闇の行動を完全に封じることができるわけです。このまま、フライヤー短期で倒すことも可能ですが、それでは時間がかかって面倒なので、仲間を復活させて、最後の楽をします。3回目の着地後にスタイナーを復活させたら、再びフライヤーの ATB ゲージが溜まるのを待って、フライヤーにジタンを復活させます。ジタンを復活させたら、スタイナーが突撃を選択します。なお、仲間を復活させたことで、次のグランドクロスがスキップできなくなりました。そのため、次のグランドクロスまでに倒しきらなければ、こちらの負けとなります。突撃の後は、ATB ゲージが溜まり次第、ジタンとフライヤーは戦う、スタイナーは再び突撃を入力します。なお、フェニックスノーで仲間を復活させた場合は、瀕死状態での復活となるので、見えざる闇が動き出す心配はありません。攻撃を外しまくらなければ、グランドクロスまでに HP を削り切れるはずです。撃破しました。テイク2は3回でした。今回からおまけパートということで、ダンタリアン、クエール、ハーデス、オズマと戦っていきます。おまけパート1回目の今回は、ダンタリアンに挑戦します。ダンタリアンはディスク2かディスク3でしか戦えない期間限定の敵なので、今回は本編のダガー救出直前のセーブデータをロードして、挑みます。このディスク2のダガー救出時が、ダンタリアンと戦える最速のタイミングです。隊列、装備、アビリティは、以下の通り。67戦目、ダンタリアン。本が閉じている状態から、スタート。本が閉じている時は、
角、死の宣告、神嵐をランダムに使用する。また、本が閉じている間は、物理防御、魔法防御とも255となり、非常に硬い。本の中に本体が潜んでおり、200ページあるうちの150から200ページになると、本が開き、本体が出現する。ページは累計ダメージと対応しており、150から200ダメージを与えれば OK。本が開くと防御力が下がり、炎が弱点になる。本体出現後は、ポイズンを5回使用した後、再び本の中に戻る。ダンタリアン戦は、直前のイベントで HP が全回復するので、あらかじめ HP を調整することは困難です。戦闘が始まったら、まずスタイナーが自殺します。そして、すぐにビビがフェニックスノーでスタイナーを復活させます。ダンタリアンの攻撃は、神嵐以外なら OK です。ティタンの ATB ゲージが溜まったら、戦うで攻撃します。デビルキラーをセットしたジタンの戦うなら、ダンタリアンに37から42ダメージを与えられます。ビビは特にやることがないので、ダメゴローです。スタイナーは ATB ゲージが溜まり次第、アイアンソードのアビリティ、砂漠剣で攻撃します。砂漠剣は自身の最大 HP 引く現在 HP 分のダメージを与える技です。スタイナーの最大 HP が120、フェニックスノーを使うと HP1 から10の間で復活するので110から119のダメージを与えられます。先ほどの時短の戦うと合わせて高確率で合計ダメージが150から200の間になるので本体が出現します。本体が出現すると、敵の攻撃手段がポイズンのみになります。FF9 のポイズンは、ダメージなしの特殊化のみなので、毒ダメージで徐々に減る HP にだけ気をつけていれば、恐れるに足りません。また、スタイナーには毒身の術をセットしているので、瀕死状態のまま放置しても大丈夫です。他のキャラは、HP が減ってきた時に、ポーションで回復する程度で OK です。ダンタリアン本体が5回行動して本の中に戻るまでの間、ビビは溜め続け、それ以外は回復しながら待機します。長くないので、加速。なお、ダンタリアン本体に物理攻撃を加えると、反撃で本の中に戻ってしまうので、してはいけません。ダンタリアンが本に戻るまでの間に、ビビは6回か7回溜めることができます。今回は7回でした。ダンタリアンが本を閉じたら、即座にスタイナーの戦うで攻撃します。通常、本を閉じるとページ数がリセットされますが、本を開いている間に全くダメージを与えていない場合、ページ数のリセットが発生しません。そのため、スタイナーの微小ダメージで即座に150から200ページを開くことができます。2回目の本体登場以降は、ビビのファイラーを連発します。先ほどのタネルによる気力増幅と敵の炎弱点により、一発で約4500ダメージを与えられます。ダンタリアンの HP は 21,997 なので、次に本を閉じるまでに撃破できます。加速。ビビの MP が減ってきたら、エーテルで回復します。撃破しました。定数は2回でした。本編ラストバトル直前のセーブデータを使って、残りのおまけボスに挑んでいきます。
残りのおまけボスは、本編ラストバトル直前の状態から倒していきます。今回挑むのは、クイナの師匠、クエールです。クエールは、カエル取りのミニゲームで、カエルを合計99匹捕まえると戦うことができます。なお、このミニゲームでは、カエルを一定数捕まえるごとに景品をもらえますが、ここでもらったアイテムは、今後のボス戦で使わないこととします。カエル取りでもらえるアイテム一覧は、以下の通り。以下の通り、隊列、装備、アビリティを変更。カエルを99匹捕まえるのに、約9時間かかりました。68戦目、クエール。様々な状態異常魔法を使用する。攻撃手段は、物理攻撃のローリンローリンと、水属性魔法の、ウォーター、アクアブレス。今回は、フライヤー単機で戦います。この戦闘で使うコマンドは、ジャンプのみです。以降は、戦闘が終わるまで丸ボタンを押しっぱなしにして、ジャンプを使い続けます。ブラインで暗闇状態にされてしまいましたが、ジャンプは必中攻撃なので、影響はありません。ウォーターは水属性なので、リボンで吸収できます。ローリンローリンは物理攻撃なので、後列に下げておけば、ダメージが半減し、耐えることが可能です。サイレスで沈黙にされても、ジャンプには影響ありません。ジャンプは、後列でも威力が低下せず、通常通りのダメージを与えることができます。アクアブレスも水属性なので、リボンで吸収できます。残りの状態異常魔法ですが、コンヒュートポイズンは、混乱回避の術と、毒味の術をセットしているため、無効化できます。また、ミニマムについては、無効化できませんが、ジャンプは他の物理攻撃と異なり、小人状態になっても、ダメージ半減で済むため、それほど影響は受けません。ちなみに、他の物理攻撃は小人状態になるとダメージが激減し、全く役に立たなくなります。というわけで、クエールの行動で怖いのは、ローリンローリンのみとなります。あとは、クエールの HP を削り切るまで、ローリンローリンで混乱数を引かないように祈るだけの、運ゲー。ではなく、なんと、ローリンローリンすら、ジャンプで封じることができます。クエールは、フライヤー短期でジャンプを連発していると、なぜか途中から、ウォータとアクアブレスしか、使ってこなくなります。特に言う、パターン入ったというやつです。先ほどからのクエールの行動を見ると、もうすでに、パターンに入っているようです。というわけで、唯一の脅威であるローリンローリンを使われる心配もなくなり、勝利確定となります。加速。なお、なぜこのようなパターンにはまるのかは、不明です。要検証。ちなみに、フライヤー以外のキャラが生きていたり、フライヤーが途中でジャンプをやめたりすると、水属性魔法以外の攻撃も、普通に使ってくるようになります。あと、クエールからは、忍びの衣が盗めるので、もしガーランド戦で盗んでいなかった場合は、ここで盗んでおくようにします。撃破しました。テイク2は、1回でした。
経験値 65,535 AP10 獲得。フライヤーレベルアップ、エリクサー入手。勝利するとガストロフォークをもらえます。今回はハーデスに挑みます。ハーデスはクイナが溺死したフロアに隠れています。以下の通り、隊列、装備、アビリティを変更。69戦目、ハーデス。一刀両断は、攻撃力の全体物理攻撃。裁きの刀は、対象の HP を、1にする。剣に力を蓄え始めたで、カウントダウン開始。4ターン後に、カーズか、ジハード。今回も例のごとく、あらかじめ全員を瀕死にしておきます。ハーデスの行動は、裁きの刀、リフレク、剣に力をが安全なので、これらだけ使ってくるよう祈ります。1ターン目は時短が盗む、スタイナーが突撃、あとの2人は戦うを選択します。時短はリフレクトリングを一発で盗みます。無事、リフレクトリングを盗めたら、あとはサラマンダーだけを残して撃破すれば OK です。ハーデスは先ほど剣に力を使用したので、この時点でこちらが圧倒的に有利な状況になっています。剣に力を以降は3ターンもの間攻撃してこなくなるため、実はこれが一番の当たり行動です。カウントダウンに間に合わなければカーズで全滅不可避ですが、3ターンも猶予があれば十分撃破可能です。2ターン目は、スタイナー以外の3人が戦う、スタイナーは突撃で攻撃します。ここまでに攻撃を満ちていなければ、2ターン目終了時点で、ハーデスは、あと投げる一発で倒せる状態になっているはずです。3ターン目は、サラマンダー以外自殺する手はずですが、フライヤーは先ほど攻撃をミスしたので、もう一発殴っておきます。時短とスタイナーは、ここで自殺完了。次のターンに、フライヤーも自殺。最後は、サラマンダーがウィングエッジを投げて、終了です。ちなみに、サラマンダーだけを残したのは、次回のオズマ戦に向けて、サラマンダーのレベル、力、気力の上昇が必須だからです。ケース2は、14回でした。経験値、65,535、AP30 獲得。サラマンダー、レベルアップ。エリクサー、ウィングエッジ入手。今更ですが、FF9 は、ステータス補正持ちの防具を装備していると、レベルアップ時のステータス上昇量も補正を受けます。今回、サラマンダーは防具による補正により、力と気力が通常より1億上昇しました。次回のオズマ戦では、この差が非常に重要になります。おまけパートの最後は、真のラスボス、オズマに挑みます。オズマと戦うためには、ミニゲーム、ここ掘れチョコボを進めて、チョコボの空中庭園まで来なければなりませんが、ミニゲーム内で入手したアイテムは、オズマ戦では使いません。また、事前に精霊イベントをクリアしておくと、オズマを弱体化させることができますが、面倒なので、本攻略では、精霊のカゴなしで、オズマに挑みます。メンバー、体型、装備、アビリティは、こんな感じです。ちなみに、精霊イベントをクリアしていない場合、ラケット以外の武器では、オズマに戦うが届きません。戦うが届かないということは、突撃が役に立たない、ということです。また、闇属性を吸収するため、ジハードで自身の HP を回復しながら攻撃してきます。行くぞ。
70戦目、オズマ。ATB ゲージが一瞬で溜まる、驚異の行動速度。有効な悪性ステータス以上は、スローと暗闇のみ。奇数ターンと偶数ターンで、行動内容が分かれている。ジハードは、敵味方全体に闇属性の大ダメージ。オズマは闇属性を吸収するので、大回復。フレアスターは全体に対象のレベル ×50 のレベル依存ダメージ。フレア、ホーリー、デスはリフレク状態のキャラには使用しない。MP 吸収は、オズマの MP がこちらのキャラより下回るときのみ使用する。つまり、本攻略では無視してよい。カーズは、偶数ターンで、最も危険な攻撃。全体にダメージプラス、混乱、毒、スロー、ミニマム、暗闇。レベル4ホーリー、レベル5ですは、対象レベルのキャラが生存している場合のみ、使ってくる。エスナは、オズマが暗闇状態の時のみ、ケアルガは、HP27760 以下の時のみ、使用する。こちらのあらゆる攻撃に対して、ケアルガが発動する。発動率は、HP が減るほど高くなる。HP が4万および3万以下になると、反撃でバーサクを1回ずつ使用することがある。今回はあらかじめ、ジタンとサラマンダーのトランスゲージをギリギリまで貯めておきます。オズマの ATB ゲージは一瞬で溜まるので、必ず先制されます。1ターン目はフレアスターを使ってもらいます。それ以外の攻撃を使われたら、リセットです。フレアスターの演出中に、以下の順番で入力を行います。オズマの ATB ゲージは一瞬で溜まるため、こちらの入力は敵の攻撃の演出が終わるまでに完了しなければいけません。このフレアスターで、ジタンとサラマンダーがトランス化。トランス状態になると、コマンドが変化するほか、投げるのダメージ倍率も 1.5 倍になります。なお、トランスの持続ターン数は、レベルと記憶に依存しており、ジタンは4回、サラマンダーは、前回記憶を底上げしたことで、ギリギリ3回行動できます。エイコは、フレアスターの固定ダメージに耐えられないので、フライヤーが、フェニックスノーの先行入力で、復活させます。ジタンは裏技、ストラサークル5で攻撃、8379以上のダメージを与えられます。さらに、サラマンダーがアルテマソードを投げて、9558以上のダメージ。投げるのダメージは、武器の攻撃力、レベル、力に依存します。また、飛んでいる敵に対しては、威力が 1.5 倍になります。今の投げるで、オズマの HP が4万以下になり、バーサクで反撃してくる可能性が出てきますが、サラマンダーは、リフレクトリングの、いつでもリフレクで反射できます。オズマの2ターン目の行動は、カーズ以外なら OK です。パーティーにレベル4ポリーとレベル5デスの対象者を入れておくことで、カーズが選択される確率を減らしています。ちなみに、レベル4ポリーが来た場合は、浮遊石のかけらの請求集効果でジタンは生存でき、レベル5デスの場合はフライヤーが死にますが、おとりなので問題ありません。こちらの2ターン目は、まず、サラマンダーがアベンジャーを投げて攻撃、8910以上のダメージ。この投げるで、オズマの HP が3万以下になり、再び反撃バーサクの可能性が出てきますが、このタイミングで発動した場合は、先ほどと同様、いつでもリフレクで反射できます。サラマンダーの投げるの次は、エイコガルビーの光で全員にリフレクをかけます。ジタンがリフレク状態になったことで、これ以降、ジタンも反撃のバーサクを恐れずに攻撃できます。以降は、リフレクの効果を長持ちさせるため、可能な限り、マザスコで時間を止めながら戦います。ジタンは、再びストラサークル5で攻撃。コビト状態だと威力が激減するため、もし2ターン目にミニマムを使われていた場合は、フライヤーに万能薬で解除させてから攻撃します。オズマの3ターン目の行動は、メテオ以外なら OK です。フレア、ホーリー、デスは、本来なら、リフレク状態のキャラを対象にしませんが、今回は、敵の行動決定後にリフレクをかけたので、このようなことが起こります。なお、フレアスターの場合は、いつでもリジェネの効果で HP が全開しているので、主力下には生存、ジハードの場合は、敵に HP を回復されてしまいますが、装備の効果で、同様に主力下には生存できます。こちらの3ターン目は、サラマンダーがウィングエッジを投げて攻撃、トランスが解除されます。そしてジタンがストラサークル5で攻撃。特
中、ジハードやケアルバで HP を回復されていなければ、このターンで撃破することが可能です。撃破しました。もしこのターンに回復がなくても、次のオズマの攻撃がカーブ以外なら、十分勝機はあります。ちなみに、オズマ戦で一番厄介なのは、HP が減るごとに発動率が高くなる反撃ケアルガの存在です。ケアルガ一発で9000以上回復されることもあるため、使われないことを祈るしかありません。理想は0回。最低でも1回に抑えなければ勝ち目はありません。定期数は174回でした。というわけで、エンディングです。Thank you.